なんか外が風がひどいのでみんながここに見に来てました。風強いの。ワンちゃん、アンジュちゃんは？アンジュちゃん外に出ようなんて思わないでね。すごいね。ちょっとビビってるね。ちょっとビビってる。ジャン君も見に来てたんだけど、ジャン君はもう大体わかった。はい、ジャン君。そうなの？はい。よくわかったの？ここに物があったんだよ。これ洗濯物。お尻に入れないとね、ジャン君。ちょっと出てきましたよ。閉めた方がいいかな。アンジュちゃんはね、今カオリンが遊ぼうとしている猫じゃらしに食いついたみたいで、でもね、近寄ろうとしないんですよ。アンジュちゃんの方がお金よ。カオリンまだお子こっちで遊んでほしいな。カオリンが一人遊びを始めています。一発シャーいただきました。でも匂いを嗅ぎました。アンジュちゃんもちょっと待ってね。アンジュちゃんのもあるね。はい、カオリンちゃん。もうすでにシャー言ってますね。うん、はい、ご飯だよ。ご飯だよ。これ、ここに置いて。はい、はい。
ちゃん。はーい。はーい。ちょっとあの。うん、そうなの。はいはい。じゃあ、そこ。はいはい。ご飯だよ。うん、そうなの。はい。どうぞ、ごゆっくり。さっきなんかお腹すいたみたいな声出してたでしょ。どうぞ。はいはい。はい、どうぞ。はい。はい、あずちゃんおいで。はい、おいでおいで。お腹すいたね、あずちゃん。おいでおいで。はい、あずさん。あずちゃん、どうぞ。はい、ここが開いてないと。じゃあほら、チュールも入れたよ。1階から入ってもらうっていう手もあるなって思った。ちょっと難しいかな。アンジちゃん、どうぞ。チュールだよ、チュール。はい、じゃあ離れててあげるから。どうぞ。チュール、チュールもあるよ。カリカリ、大好きなカリカリもあるし。気がついた。やっと気がついてくれた。ポンちゃん、すいませんね。ポンちゃん、長かったね。ね、本当に。アンズちゃんが開けっぱなしでもちゃんと自分でケージに戻ってご飯を食べると、ポンちゃんが食べたい時に食べられるようになるんですよ。ポンちゃん、今度説得しといてくれますか。私は嫌いよ。ジャン君は割と優しく言う方だと思うんだけど、ポンちゃんみたいにダメでしょみたいに言った方がいい子かもしれないんだな。
でもポンちゃんじゃなくてジャン君も朝起こったよね。そう、うん、ほらなんか上に行ってさ、なんか早くみたいな感じで。あ、そうだね、うん、ジャン君もちょっと堪忍袋のって感じ、うんうん、長いんだもん。もうすぐ来るよ。はい、ポンちゃんさん。はい、ポンちゃんの子でね。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。ポンちゃんの好きなタコピンをつけていきましょう。本当にそれが入ると食べるね。お腹すいたね。おいしいおいしいおいしいね。